けで、今度のお休みに露天通りへ買い物に行こうと思ってるんです。ふーん、そうなんだ。それでですね、シド君に一緒に行ってほしくてお誘いに来ました。なんで僕？お父様に言われたんです。露天通りには治安が悪いところもあるから一人で行くのはいけない、シド君を誘って一緒に行きなさいって。名指し？はい。副学院長から直々のご指名をモブキャラとしては断る選択肢はない。むしろ断ったら余計厄介な方向に進む可能性あり、長いものには巻かれろだ。シド君、先ほどから何をブツブツと話されているんですか？ううん、何でもない。分かった、一緒に行くよ。本当ですか？急なお誘いだったから断られるんじゃないかと心配していたんです。じゃあ待ち合わせ場所と時間は？こうしてお友達とのお出かけ計画を立てるのって楽しいですよね。シド君も行きたい場所があったら行ってくださいね。私の予定ばかりに付き合わせたら申し訳ないですし。僕は特に行きたいところはないかな。だから気にしないで。いいんですか？じゃあ張り切って計画立てますね。ほどほどにね。あんまり壮大な計画を立てても一日で回りきれないだろうし。シド君、私のファッションなんか変ですか？なんで？さっきからシド君がずっとこちらを見ているので、そんなに見られたら照れてしまいます。ごめん、いつも制服を見慣れているせいかかなり新鮮でさ。うん、そういうファッションもいいね。似合ってるよ。ありがとうございます。シド君にファッションを褒められた。ファッションは誰かに褒められたことなんて経験がないけど、こんなに嬉しいものなんだ。で、どこに行くの？何も行き先について聞いてないんだけど。そうですね、まずはあのお店に入ります。何の店？リボンや髪飾りを売っているお店です。可愛いアイテムばっかりなんですよ。へえ、そうなんだ。行きましょう、シド君。シド君、このリボン可愛いですか？うん、いいと思う。こっちのはシンプルな感じで制服とも合わせやすいと思うんです。うん、似合いそう。個性を出すならこのリボンも。うん、雰囲気に合ってると思う。そうですよね。シド君が褒めてくれたし、全部買っちゃおうかな。予算は？大丈夫です。予算なんてあってないようなものですから。そうなんだ。支払いしてきます。ちょっと待っててください。休日にお友達とお買い物、こういうのずっと憧れてたけど楽しい。着物、お部屋にあったら変でしょうか？金の豚？まあ趣味は人それぞれだから。商品の顔が少
少しずつ違うみたいです。どの子がいいと思います？この子とか。じゃあその子にします。そんなに気に入ったの？はい。買うなりしっかりと抱きかかえてるから、正直そんなに高いものじゃないよね。シダ君が選んでくれた品ですから、大切に決まってるじゃないですか。値段じゃないんです。あ、そう。あ、予定した時間は少し過ぎてしまいました。ごめんなさい、私が悩みすぎたせいです。少しくらい予定通りに行かなくてもいいよ。むしろそれくらいの方が楽しい。そういうものですか？そういうものだよ。とりあえずお腹減ってきたし、ランチにしない？予定とは違う？少し早いですけど。予定通りじゃなくても構いません。よし、じゃあ決まりだ。店を探そう。あれ？どうしたの？この露店の商品、ちょっとだけ見てもいいですか？いいよ。ここ、アンティークの小物を扱うお店なんだ。他ではあまり見かけないものが多いかも。詳しく見てみないと価値まではわからないけど。どうしたの？気に入ったものでもあった？もしかしてこれは。うん、それもよく似合ってる。やっぱりそう。予算の相談をしてきます。店主さん、待っててください。シド君、ちょっといいですか？あれ、その様子だと掘り出し物か何か？はい。なら即買いじゃないの？予算は合ってないようなものって言ってなかったっけ？予算のことは問題じゃないんです。あのブローチ、いましたか？何の変哲もない古いブローチに見えたけど。あれはアーティファクトかもしれません。前にオークションのカタログで写真を見たことがあります。あれが？アンティーク調の小物の中に紛れ込んでいますし、アーティファクトに詳しい人でないと一見したところではわからないと思います。かつてあのブローチはとある大富豪がオークションで競り落としたところまでは知られています。そんなのがどうしてここに？所持者が死亡してドロドロの相続争いが起きた最中紛失したと聞いています。流れて進化を見出されないまま露店であんなに安く販売されているのかと。どうしてそんなに詳しいの？それはですね、君ともっと仲良くなりたいから。なんて恥ずかしくて口に出せるわけがないけど。専門家ですから、日々勉強していて知ってるんです。なるほどね。そんなに小声にならなくても。いえ、あのアーティファクトの価値を他の人に知られたらきっと争奪戦が起きます。そんなにか。私、周りの人に気づかれないように買ってきますね。そっか、頑張れ。見た目は何の変哲もないブローチ、これが異性を魅了するアーティファクトだなんて。
かった。天使の方も含め、これがアーティファクトだと気づいてないみたいだし、少し研究してみて。もしあまりに周囲への影響が大きそうなら、国に管理してもらえるように申請を出さないと。お目当ての品買えたみたいだね。うわ、はい。つけないの？少し研究してみたいんです。まだ効果についてはよく分かっていませんし。そっか、似合いそうだと思ったんだけど。似合うって私にですか？このアーティファクトが持つ異性を魅了する効果、もしシド君に使ったら今よりもっと仲良くなれるのかな。って私何考えてるんだろう。シド君の心をアーティファクトで魅了しようだなんて、ダメダメ。人が多くなってきた、お昼時だからかな。ところでさ、アーティファクトってことは何か効果があるんだよね。はい、それは、いえ、まだよくは分かっていないんです。でも、いいよね。このアーティファクトは多分このまま国の管理に。壊れた。これ。あ。シド君、これどうしたら。アーティファクトが壊れちゃいました。ここ読んで。石と台座の接着部分だったところ。レプリカ。そんな。まあ、本物のアーティファクトだったらこれくらいで壊れたりしないよね。でも良かったんじゃない？良かった。アーティファクトじゃなければ気軽に身につけることができるよね。取れちゃった石はまた接着すれば大丈夫。そうですよね。きっとシェリー先輩に似合うよ。え、似合う？シド君がまた褒めてくれた。このブローチ私に似合いそうって今日はシド君に何度も褒めてもらえて、レプリカでも効果はあったのかな。それより今度は前向いて歩きなよ。時間帯のせいかな、人が多い。あんまり離れないようにね。お昼ご飯も食べないと。お腹すいた。あ、さっきの美味しそうな匂いの店、あそこじゃないか。行ってみよう。アーティファクトの力なんか借りなくても、私だって。あの、シド君、はぐれないように手をつないでもいいですか？手？うん、いいけど。